今回は田中拓磨さんの作品を解読していきます。作品を解読するために4つの質問をしていきたいと思います。では質問です。まずこの作品は何をイメージしているんですか？え、それは秘密だな。いや、続けてください。どうぞ。はい、では目のあたりにある赤い線のようなものは何ですか？それも秘密だな。じゃあなぜ波がこんなところにあるんですか？それよくわかんないな。よくわかりませんが最後の質問です。なんで色がこんなにごちゃごちゃしているんですか？僕が下手だからですね。はい、秘密が多かったですが、これで解読は終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい。